桜前線と共に北上旅、車中泊10日目、最終日の行程は、紋別市から内陸に入り、西尾コッケ村、ホテルリムで早朝風呂に入浴、下川町でチェンソーアート鑑賞、万里の長城を散策、最北の地、稚内公園で桜を見る予定です。果たして、桜前線と共に最北の地に北上できるのか、楽しみです。オレンジの建物が見えてきました。西尾コッケ村は、1999年に、美しい村づくり条例を制定。村のシンボルカラーであるオレンジ色に、色彩統一した公共建築物整備などを進めてきました。詳しくは、以前の動画、ハイエースリコルソで車中泊も、合わせてご覧ください。右方向で、この先、実際の交通規制に従って、走行してください。そうかもしれない。オウム町、ホテル日の出岬前のカニオブジェもチェンソーアート作品です。この建物は、釧路市出身の建築家、監修による建物です。手前の展望台は、下川町に昔、銅山があって、その鉱石が精錬されていく、イメージをデザインしています。また手前の飛行機の翼のようなものは、雲を表しています。
制作のきっかけとなったのは、当時の役場職員が出向いた中国旅行。町内の農地、装置造成の際、土から掘り出された多くの石を活用して、ミニ万里長城の築城を提案したことが始まりです。1986年から15年の年月をかけて、なんと15万個以上の石を人の手によって一つずつ積み上げられてきました。5月の北海道、特に今年は寒かった。雪で通行止めの峠もあり、道路情報はこまめに確認した方が良いです。車中泊の楽しみに、我が家は毎晩晩酌をするのですが、ゴミを減らしたいためと生ゴミを出さないために、夕食はほぼ奥さんの手料理です。事前に下ごしらえをして、車内では焼くだけ、煮るだけにしています。このキャンピングカーには、ベバスと冷蔵庫49リットルを搭載していて、冷蔵庫は食材だけを入れているのですが、10日分の食材は全然大丈夫でした。いつもの晩酌に最高の景色が加わり、そこに車内で飲むという開放感が加わり、毎日大宴会でした。バッテリー事情として、80アンペアのバッテリーを2つ搭載しています。充電方法は、走行充電、ソーラー充電、外部充電の3つ。1日約200キロ走行して、冷蔵庫ダイヤル常時3、夜はインバータースイッチオン。電子レンジは1日1回使用があるかないかで、途中1日キャンプ場で外部充電したのですが、10日間問題なく過ごせました。それでは最終目的地稚内公園まで一気に走りたいと思います。
稚内の桜開花宣言は、明日5月8日、気象台の観測地ではともに、日本で最も遅く、釧路と稚内で開花宣言となりました。